国際連合ウィーン事務局はオーストリアウィーンにある国際連合の事務所である。国連事務局の4つの主要事務所の一つで1980年1月1日に設立された。国際的な薬物乱用統制、犯罪防止、刑事司法、宇宙空間の平和利用、国際省取引法に関する活動の本部となっている。現事務局長は 2010年7月に就任したユリー・フェドドフ。ニューヨークの国連本部、ジュネーブ事務局に続き、1980年1月1日、国連の3番目の事務所として設立された。オーストリア政府の誘致により1957年に国際原子力機関が、1967年に国際連合工業開発機関がウィーンに本部を置いたが、 オーストリア政府はこれらの機関のためにウィーン国際センターを建設した。この施設の活用のため他の国連の組織もニューヨーク、ジュネーブからウィーンに移転した。国連ウィーン事務局はこれらの組織の多くの事務局機能を担うこととなった。国連ウィーン事務所は宇宙の平和利用に関する国連のプログラムを実施するとともにウィーン国際センターに置かれている国連機関のために 会議運営、広報、セキュリティ、安全、物品調達その他の一般的なサービスを提供する。ウィーン国際センターに本部または支部を置く国連機関は次の通りである。なお、国連ウィーン事務局は、このうち国連薬物犯罪事務所と密接な関係を持っており、上記の一般的サービスのほか経理、人事、IT、通信機能を担う部署が、 両組織の間で共有されている。国際連合委員事務所を訪れることができるガイドツアーは月曜日から金曜日11時14分時15時30分に実施される。ガイドツアーでは国連の様々な使命が詳しく紹介され展示や会議室を見学する。ありがとうございます。